はい、こんにちはくんです。今回は理想の花嫁選手権やっていこうと思います。ツイッターでなんかコナンかなんかだっけで花嫁選手権ってやつやったら炎上したんだよね、確か。それが元ネタになってる企画です。理想の花嫁は家事をしてくれて、おっぱい触らせてくれて、エッチいつでもさせてくれて、仕事してくれて、お金いっぱい稼いでくれて、どんな変態のプレイもやらせてくれて、浮気も許してくれて、何だったらよしよしもしてくれて、何でもしてくれて、ご飯が美味しくてかな。9割ぐらいかぶった中二大欲望はい、嘘です。じゃあお願いします。イニーさんお願いします。イニーさん結婚してるよね。飯食うとき毎日動物の森の話しかしないのやめてほしい。何動物の森ガチで毎日聞かされる。でもさ、好きなさ女だったらさ、そういうしょうもない話してもさ可愛いなってなんない？その話自体何も聞いてないけど、はあ可愛いなみたいな感じになるぐらい。好きだったら、好きじゃなかったらうぜえだけだけど。ダメなの？いやうざいよそりゃ。だって聞きたくないじゃん、動物の話、森の話なんか前に毎回。いや、男がずっとなんかホイフォーの話してるようなもんだろ。ホイフォーでなんかルーマニアがとかって言ってるの聞いても面白くもなんともねえだろ、そんなの。なんかそれを聞かされ続けてるみたいな、俺は面白いけどね。そう。次、麦。ずっとそばにいてくれる人。うざ、きっしょ。何がずっとそばにいてくれる人だよ、死ねよすごいな、ずっとそばにいてほしいって言うだけで死ねまで言われるのか。とんでもねえコミュニティだな、ここは。次、せんや。二次元の女の子、三次元はゴミ。いい女なのアスナとかだけど、最近だと見た目で好きなのは、ちょっと待って、あのさ、見た目でさ、二次元の女がどうこうっていうのあるじゃん。なんかでもさ、顔一緒じゃない？なんか、ハンコじゃない？みんな顔。二次元の女の。顔同じに見えるんよね、俺。数パターンの組み合わせ。なんか、マイクラのスキンの方がまだ個性出るくない？違うの、髪色だけ。そう、髪型だけ、ストームトルーパー。ストームトルーパーはひどいだろう。確かにね、ちょっと組み合わせが違うだけみたいな、なんか、あの、外のつけてる鎧の組み合わせみたいな。二次元のキャラクターは現実から離れてて男性好みにデザインされつつ、体質性なのか気になりますね。何言ってるお前、フェミは。フェミは黙ってろよ。訳あり無職は黙ってろ。次行くか。私と同じぐらいの愛、次。酢酸カノンさんです。なんでここでこびんの？酢酸カノンさんです。最近配信見てます。テンション高かったり静かだったりしてて好きです。おい、MS やめろ。俺コラボできなくなるからマジで。マジでよせ。でもさ、あの人ってさ、荒野行動出身なんだよね。あの人って俺よくよく調べたら、敵国の女スパイだよ。ただ荒野行動も一切やってないのウケる。はい、コーナー。税金関係ちゃんと管理できて詳しい人、ネットの活動の理解があって応援してくれて、爬虫類とか両生類飼いたいから、それらに対する理解が深い人、料理家で洗濯掃除全部してほしい。あとわがまま言わないでほしい。子供育てるの難しそうだから子作りに興味ない人がいい。税金を理解してくれてやってくれる人、一緒にいてくれて落ち着く人がいい。それができて顔に関しては別に文句言わないから可愛ければないよし。ただしはどう思うこれ。もう一度。税金関係ちゃんと管理できて詳しい人、ネットの活動に理解って応援してくれて、爬虫類とか両生類飼いたいからそれらに対する理解が深い人、狩猟家事選択全部してくれる人、あとは我慢言わないでほしい、子供されてるの難しそうだから一緒にいて落ち着く人がいい、それらができれば顔に関しては別に文句言わない。それって SES できる秘書ってこと？そういうことになる。学生生活で見つかるといいね。いや、なんか優しい。恋したことなさそう。あるわけねえだろ、コウタンが恋愛して誰かと付き合ってるとかやってるわけないじゃん。この顔見てみろ。やってる顔じゃないって。コウタンが彼女にいたらめちゃくちゃ面白いだろう。コタロウ、そんなに可愛くなくていいからめちゃくちゃ優しい。あのさ、お前のそんなに可愛くなくていいってどのラインを指してるんだろうな、一体。こういうのだとちょっと気になるよな。そんなに可愛くなくていいってコウタンも言ってるけど、それって言ってどこら辺を指してるんだみたいな。ちょっとは可愛いっていうのって、あの、一般的に見てクラスで何番目ラインなんだみたいな。何しても怒らない人がいい。でも怒らない人っているよな。なんか怒んない人っているんだけど、怒んない人って、あんまり出来事に興味がない人だから、優しいかどうかとはまた別な気もするな。料理を作ったり洗濯をして家事もできるようになると自分だけでも生きていけるようになるよ。まあでも、男が外で働くからさ、女がまあ家事とかするべきっしょ、ただしが。男は外で働いて、女は家庭を支えるって感じだな。それ僕にも刺さるのでやめて。あ、そっか、エニンは逆バージョンやってんのか。イニンは奥さんが働いてきて、イニンがお家にいるから、イニン逆バージョン。刺さるね。次、ヒデ。理系大卒。たくさん甘やかしてくれる。できれば共働き、浮気しない。夜中に仕事の電話がかかってきても怒らない。あ、それはね、それ重要だと思う。それ超重要。土曜日とか日曜日の休みの日に、急に絶対無理な仕事が入っても、あんま怒んない人がいいよね。なんかそっち優先しなって言って。それはわかるわ、めっちゃ。理系大卒って23時が反応してる。理系？
希望を見出してる、なんか。文系は頭すっからかんだから、まあなんか、思うのは同じ文化圏に住んでる人じゃないとまずいなって気がするね。成人しててコムドット見てたら無理って感じじゃない？わかる？言ってること。未成年だったらまあわかるけど、うん、成人しててコムドット見てたら無理かな。いや、ちょっと見るぐらいだったらいいんだけど、ガチで応援するみたいな。いや、ちょっと見るとかならまあわかる。別に。俺も一個見たことある。一本だけ見たことある。それはいいんだけど、なんかこう、ガチで押して、ガチで追いかけまくるみたいな感じ。あと、あれきつい。ネットの、なんか、七森くんに対してガチで怒るみたいな。わかる？彼女が、あの、七森くんの不倫にガチで怒るとか、あの、天地めの賭け麻雀になんかガチでなんかこう、なんかお気持ち表明するとか、なんかネットの炎上に対してガチで気持ち表明して、ガチでなんかこう、それに関して興味持ってなんか追いかけたりしてるの見たら、多分、相当引く、多分、ドン引きする、多分俺。一番きついかも、それが。まだ、なんだろう、まだクンキっていうのがまだマシ。クンキッズ女の方がまだマシだと思う。なんか、友達だったとしても、なんか、ネットの炎上にお気持ち表明してる時点で、もうちょっともうかかりたく、いやー気持ち悪いみたいになっちゃう。俺が YouTuber だからとかじゃなくて、七森はメンバー巻き込んでるからわかるけどな。あ、いた。次行きます。年下なのに上手に指令敷いてくれて、猫や、ゲームや猫好きな公務員。それはお前が公務員をリタイアしてしまったから言ってるだけです。はい、ヤギさん。ヤギさん？センチネル族の木の登りの上手な方ございます？は？何言ってるかわからん。何語かわからん。ヘルスカのがま、ヘルスカこれ多分日本語じゃないから聞かなくていい、これは。はい、次。タグマサ66。地主の一人娘。それお前、土地欲しいだけだろ、お前。次。毒状態。こちらの声優が溜めてるやりたい時にだけはっきり姿を見せ、いや、なに、どういうこと？やり終わって愛も恋もくだらくなった瞬間に姿を消してくれる。そんな寿命の短い猫みたいな行動する金を持ってるセフレみたいな内縁の嫁が欲しい。これが無理なら好きな時に好きなだけ金を振り込んでくれて慈悲深くて LINE やり取りだけです。赤ペン先生みたいな彼女っていいな。なるほど。実利だな、これは。次、ボンコン。エーペックスのランクを一緒に回してくれる人。エペ女か。まあまあまあ、趣味は合う方がまあいいね。まあでも確かに、趣味は合うに越したことはない気がする。次、タコワサ2434。浮気しない、無視されない、殴らない、人間扱いくれる、してくれる人。わがまま言うのやる、撫でてほしい。他にと可愛いって言わないでほしい。家事何でもできます、稼ぎます、愛してた。お前、ウルンルーかよ。ウルンルーじゃねえか、それじゃあ。次、ハヤハト。一緒に買い物行ってくれる人、一人じゃ多分外出れない。え、どういうこと？出ろよ。お前、お母さんじゃねえんだから、お母さん募集みたいな感じか。ママボ？ママ活ってやつだな。次、MS。年収2000万、美人、巨乳、ゲーム好き、アニメ好き、家事全部できる、働かなくても許してくれる。MS は何すんの？なでなでされる係。猫みたいな MS は、その子にとって。めでてくれるみたいなね。誰か、はい、この動画の中に MS を飼ってくれる人はいませんか？ MS 飼い猫志望です。何ができる MS？ とりあえず寝れ、お家でゆっくりできる、寝れる、ゴロゴロできる、あと散らかせるよね。いろいろ。散らかせる、あとエッチできる、ぐらいかな？日本語も喋れる。あとゲームうまい。ちゃんと自分でトイレ行ける。そう、トイレの世話しなくて、してもらわなくて大丈夫です。たまにエッチなトイレの世話してほしいかもしんないけど。超賢いよ。お願いします。次。何でも全部決めてくれる人、自分で考えて決めるのめんどくさいから。なんか依存傾向強いな、お前ら。次、とんがり。とんがり。くん。俺だけど?理想なフィアンセ大喜利らしいな。もうすぐ桜の時期だ。今年こそ花見がしたね。何、ごめん、あの、ま、どういうこと?ピンクの絨毯にお菓子をつまみにビールをプシュ。桜お尻目に小川を眺め昼寝をする夢のような花見がしたいな。さて、本題が。は？それてしまったが、俺の理想の団地妻は団地妻。俺を貧乏人とは罵らず不器用だとバカにしない女。もちろんエロい女がたまらん。早く俺の元にも春が来てほしいもんだ。何の話してんの？理想の団地妻大喜利？次、ジャストロー。落ち着いて感情的にならずに話し合える人。理解できなくても情報ができるタイプ。音楽とか絵とか芸術に興味をしてくれる人ならなおいい。それと音楽、子供が好きで尊重できる人は、あとマイクラの建築うまかったら、一緒になんか作りたい。それくらいとしてマイクラで積み木とかバカらしいですけどね。なんか意識高い系みたいな、うぜえ。たい焼き。前澤社長、宇宙に単身赴任してくれる人、もっとハッピーしね。はい、リュリンリュー。健康で向上心を持って、楽しく生きてくれる人がいい。好きなもの、頑張りたいものは、それでも互いに成長しながら年を重ねていきたい。生きていく上で、体とか心が大変な思いをしないため、お互いのお願いだけは聞いてほしい。
お願いはマジで聞いてほしい。あ、お願い大事なんだ、ウルル的には。その、お願いか。あー、なるほどな。はい、両兵。声が可愛くて、仕事をしてくれて、俺の趣味思考に文句を言わない。家事は一応できます。なんとかなりそうじゃない？それぐらいだったら。別に顔可愛くなくていいんだろ、声が可愛ければ。なんとかなるよ。長月。気品があって白深いけどちょっと変な人。見てて楽しそうというか、ほわーってなる。あと安心できる人がいい。長月が言う変な人ってどういう人なんだろうな。長月自体が変なやつだからわかんねえや。ってやろうね。年上あるいは年下、もしくは同年代。髪は短め、もしくは長めがいい。身長も大きく、なんでもいいってことだね。タコワサ893。身長190以上、持病なし。側近多めで強い子を産んでくれる。え、なに、いや、なんか、スポーツ選手でも作ろうとしてんの。あ、スポーツ選手育成したいんだ。おじさん。おじさんはもちろん、コウタくんと言いたいところだけど、コウタくんは過去に理想の家庭大喜利でゴリゴリの亭主関白などが発覚したから遠慮してほしいな。とりあえず将来性があって子供を設けるときに悩まなくていいような人がいいよ。あとは多くを望まないから友達のように優しい人。今の家族が一番理想。自分が作る家族だった場合は僕が一番偉くてその下に奥さんが、家事、洗濯、掃除、税金、管理は僕ができないから全部やってほしい。僕はできない。ゴリゴリの亭主関白。恋愛なら振り回しまくってくれる人もいいけど、結婚となれば女に興味がないヘタレな人がいいよ。あとクンキッズも BL もが好きなのもバレるのもことにも怯えたくないので、全くネットに染まってない、完全にクンキッズかのどっちか。全くネットに染まってないって今時難しい気がするけどな。アスペルが。寝るとき毎回隣でテルの歌を歌ってくれる。え？何？なんで？歌えるよ？ウルンルー歌えるって。寝かしつけてくれるの？ウルンルーが。いいな。ウルンルー寝かしつけサービスか。はい。乗る。私が女と仮定して、参加勢の男性でどなたなら配偶者になっていただきたいんでございます。3名います。え、ない、そんな選手権だったっけ？アリエルさん、日本育ちかは存じ上げませんが、海外から日本に出して事業を成功させていて、さらに言うならアリエルさんなら食いっぱぐれなく、どんな状況になっても生き抜いていけそうなので、こういう方をそばで支えながら幸せにしてあげたい。ドクさん、中の人はどうかは存じ上げませんが、ツイッターの楽しそうな様子をマイクラ内で、どなたにも平等に親切なところは人格として素晴らしい。旗にそばにいられたら楽しく人生を過ごしそうなところで幸せにしてあげたい。的確な分析されてる。イーリン、既婚者ということなので言及したら失礼と思うので、ここでは言及しません。マイクラ内親切なのは人格として素晴らしい。これからも奥さんと幸せな生活をしてほしい。すごいな。3人あげたな。アリエルはちょっとわかるわ。アリエルとアルファードでドンキ行く人生って楽しそう。わかる？言ってること。アリエルとアルファードでドンキで買い物する人生、土日に。は、多分楽しいと思う。し、なんとかなりそう。アリエルだったら。何かが間違ってもどうにかなりそう、みたいな。絶対生きていけそう。わかるわかるわかる。経験値も多いから、絶対なんとかなる、みたいな。やっぱ、それ大事だよな。その、なんだろう。なんか、お金を持ってることが大事じゃなくて、お金を稼ぐ能力が大事なんだよね。なんか、お金を稼ぐ能力の方が大事な気がする。お金を持ってることよりも。生きる力みたいなね。お金を稼ぐっていうよりは。次。頭いい人。うざ、なんか。うざくね。こいつ。俺。はい、でも、愛してくれる人。次、チルド。互いに支え合いができ、話し合えたり、幸せや不幸せの共感ができる人。基本的にそうじゃない？そうじゃない人っているのか？はい。アドミン転生。パイパンで長生きできて言うこと聞く。あと、顔と体型がいいやつ。ふざけんな、お前、マジで。次、アーケン。性格悪くて価値観、知趣味があって優しい。何？性格が悪いって何？それ、MS のこと？ MS のことか。それ。性格悪くて、エーペックスするよな？ MS。MS、エーペックスする。アーケンもエーペックスする。MS、アーケンのこといじれる？これいじれる。いじれて、性格悪くて、価値観、趣味があって、MS、やす。価値観合う合う。エーペックス好き。アーケンもエーペックス好き。合う。合格？じゃあ今日から MS、アーケンのペットだ。MS は仲良きもできるって。最後、タコワサ999。クンキッチじゃない人。はい、ということで、じゃあ僕のは何だろうね。まずこの仕事に理解がある人じゃないと無理だろうな。あと仲良きできる人かな。やっぱ仲良きじゃない？仲良きと、この仕事に理解あるの2個。そもそも結婚っていうのは自分に都合のいい好き勝手に使える人を得ることではなくて、双方を支えるパートナーとなることのように自分だけが得をするように動いてると、共同生活は難しいかもしれませんね。じゃあ、ただ社会は何なん？じゃあ、言って言うてみ？ただの社会人、お前は何なんや？お前の理想の相手は？そな言うなら、価値観の合う人。じゃあ、フェミニストと結婚するってこと？フェミも共同生活難しそうだけどね。まあ、価値観って何の価値観なの？何の価値観なの？いろいろあんじゃん、価値観って。まあ、その、なんだろう、牛丼なら松屋か吉野家の、だって、まあ、価値観じゃん、そこだって。
何の価値観なんだ。別にそこは違ってもいいんでしょ。話してずーっと女の子と接点ないいじめられっ子なんだろうなって感じ。なんか攻撃的だな、ヒデなんか。ヒデなんかめちゃくちゃ攻勢に出てる。なんかどうした、急になんか攻勢に転じてる、ヒデが。性格が合うか、仕事との付き合い方。なるほど。性格、仕事との付き合い方？なんかハードル低いな。なんかもうちょっとこう、エッチは週何回とかそういうのないの？エッチの回数とかは？セックスに興味ない。相手がしたくないならしない。したいならする。お前もう訳あり無職に改名しろ、ただの社会人から。じじい。